はい、皆さんこんにちは、林です。かなりお久しぶりですといった感じかなと思うんですけど、なんでね、横動画しばらくちょっとお休みしていたのかというところですね。約1ヶ月近くちょっと更新止まっていたんですけど、理由としては同棲生活が始まりましたというところですね。僕自身は今年の2月にですね、東京から福岡に戻ってきてこの家で生活はしているんですけれども、彼女が3月の下旬ぐらいに合流をしまして、今同棲生活を約2ヶ月弱送っております。で、僕もですね、こう不慣れな同棲生活というか、やっぱりお互いですね、初めましてっていうことが非常に多かったので、いろいろ生活する上でですね、不慣れなこととかもあったので、まずはですね、暮らしに集中をしようっていうことでちょっと動画をお休みしていました。ただ彼女の方も仕事がこう軌道に乗ってきたというか、僕もですね、朝ゆっくり、使える時間がね増えましたので、また横動画の方もですね、更新を再開していこうかなと思います。今回なんですけど、最近こう無印良品で買ったものを、ショート動画ではご紹介していたんですけど、しっかりとこう横動画でのレビューであったりとかができていなかったので、今回は、無印良品で買ってよかったものですね、最近直近で買ってよかったものをですね5つピックアップしましたので、ちょっとこちらの動画でご紹介しようかなと思います。結構新製品が多いので、今後のね買い物の参考になればなと思います。では早速詳細行ってみましょう。はい、では早速、無印良品で最近買ってよかったものですね、5つピックアップしました。で、まず1つ目がこちらの国有の、お皿ですね。もうだいぶ前になるんですけど、3月ですね、良品週間やってたじゃないですか。で、その時に買ったのがこちらの国有のお皿になります。もう黒色のお皿を2枚買ったんですけれども、これがですね、やっぱりこう食品というか、作った食べ物ですね、料理が本当に映えるんですよね。僕がよく使ってるのはお肉料理ですね。今ちょっと画像に載せているんですけど、お肉料理であったりとか、あとパスタですね。パスタに黒いお皿ってね、もうめちゃくちゃおしゃれに見えるんですよ。はい、なので、結構ね、自炊をすることが非常に増えました。僕もやりますし、彼女もやりますしっていうところで、はい、なので日々のね、食卓を彩るっていうところと、自炊をさらに美味しく見せるっていうところでも、こういった黒色のお皿ってね、買ってみてもいいんじゃないかなと思います。価格が1690円ですね。はい、なので、普通ぐらいの価格かなと思います。はい、こちらがですね、だいたい直径が25センチぐらいです。はい、なので、お肉料理、パスタとか、そういったものに使えますので、ぜひ買ってみてください。ということで、まず1つ目はこちらの国有のお皿ですね。1690円で購入することができます。はい、では次2つ目はですね、こちら、もうこれはね、結構最近買いました。うるおいクールボディーソープという名前のもので、これもですね、去年の秋に開催された無印良品さんの展示会でも、こちらピックアップされていた、商品になります。もう名前の通り、スースーするボディーソープですね。僕こういったスースーする系のボディーソープめちゃくちゃ好きで、特に男性の方は共感してくれる方非常に多いんじゃないかなと思うんですけど、要はこのボディーソープこうしっかりと洗うと、スースーしますよっていうところですね。なのでこう夏場ちょっと暑かったりとか汗をかいた時に非常にこう清涼感のあるというか心地よい使い心地にはなるんですけど、僕ですね、もともとシーブリーズのボディーソープであるじゃないですか。こうボトルがあって400円ぐらいでドンキで買えるやつかな、を大学生の頃から夏場だけずっと使ってたんですよ。なのでちょっとそれに似た感じはしますね。はい、香りもこれですね、メントール配合しているので、結構本当にこうミンティアみたいな感じの香りですねがして、本当に心地いいです。なので結構男性の方、はい、おすすめできるかなと思います。あとこれとですね、姉妹製品としてはボディスプレーも売っていたので、なんかそのあたり結構ね、今年こういったボディケアアイテムもやっぱり充実してるんじゃないかなと思います。この後紹介するのもちょっとボディケアアイテムなので、それもねぜひ見ていただきたいんですけど、はい、ということで2つ目はこちら、ちょっと男性の方におすすめしたいクールボディソープですね。こういったものも出ましたというご紹介になります。これがですね990円で購入することができます。はい、次3つ目、先ほどお伝えしたボディケア系ですね。で、僕が買ったのがボディミルクになります。これは昨年の冬ですねに登場して、ちょうどショート動画とかでハンドクリーム紹介したかなと思うんですけど、それのね姉妹製品にあたります。なんで男性がボディミルクなんか買うんだよっていう風にね思われるかもしれないんですけど、結構彼女と同棲を始めて肌カサカサしてるってめちゃくちゃ言われるんですよね。僕今までそんなこと全然気にしなかったんですけど、ただやっぱりもう今年で28になります。で、日々のこういったボディケア
やっぱり大事にしていかないと、まあ、将来ちょっとね、例えば本当に肌カサカサになって困ることも出てくるかなと思ったので、まあ、今のうちからしっかりとケアしておきたいなってことで、まずはこの無印良品のボディミルク買いました。まあやっぱりこのボトルの見た目ですねに惹かれたところは非常に多いんですけど、テクスチャーちょっとね触ってみると、はい、こんな感じです。で結構伸びいいです。こんな感じですぐ伸びますので、まあ、こんな感じでまずはこう肌にしっかりと揉み込んでいただくといいんじゃないかなと思います。で香りもですね、グリーンという香りで、なんて言ったらいいかな、イソップをちょっと優しくしたような香りですね。タシットをちょっと優しくしたような香りがします。まあ、ボトルもちょっとこういった茶色系なので、まあ、もしかしたらそのあたり意識されてるのかもしれないんですけれども、他にもね香りはシトラスとウッディがありました。まあ、ただこれ僕が見る限りあんまり売れてないのかなっていう気もしました。なんかの製品が 30% オフとかになってたんですよ、この香りのシリーズで。はい、まあ、なのでもしかしたらこのラインナップもなくなるかもしれないです。あ、思い出しました、ボディーソープもグリーンとかシトラスとかの香りあったんですけども、すぐ安くなってたので、まあちょっとロングヒットにはなりにくいのかなと、そんな気がしております。はい、まあ、なので買うならもしかしたら今のうちかもしれないです。ただこう無印でもこういった香り付きのねボディミルクとかハンドクリームとか売ってるので、気になる方はぜひ買ってみてください。こちらが1290円で購入することができます。はい、では次4つ目はこちらです。あら、財布かなとね思われるかもしれないんですけど、こちらはですねキーケースになります。植物由来の原料を使ったキーケースっていうので、これもね昨年の展示会でも展示されていて、僕もですね動画内でちょっと紹介したかなと思います。これこんな感じでこうレザーなんですけど、これ動物性じゃないんですよ、植物性の原料で、このレザーのような質感を表現したというところで、あ、これは結構いいアイテムだなと。やっぱりこう無印さんはこう SDGs というか、そういったところのね取り組みも結構盛んなので、やっぱりこういった植物由来でもこうレザーに近い質感を出してくれるこういったアイテムも最近出ています。まあ、他にもリュックとか財布はあったかなとかいろいろあって、まだ今後もですねもしかしたらラインナップ続くかもしれないです。で中を広げると、はい、こんな感じで、まあ、キーケースですね普通に、鍵がですね、5本ですね入るこちらクリップがあって、あとここはですね車の鍵とかをね止められる、はい、このホルダーもあります。まあ、車の鍵って最近こうキーレスのものが多いじゃないですか。もうボタンを押してブルーンとねつけるタイプが多いかなと思うんですけど、まあ車買ったとしても、ここにですね鍵入れられるかなと思います。あ、これは家の鍵です。はい、あとはカードが、すいませんちょっとうるさかったですね、カードが入ります。ここですね、まあ、僕の場合タイムズのカーシェアですねよく使ってますので、タイムズのカードをここに入れてます。基本的にはもうこれを外出の時には持ち歩いておりまして、もうこのキーケース持ち歩いておけばもうなくす心配はまずないだろうと思ってます。まあ、なので、まあ、車持ってる方の方が結構いいかもしれないですね。車もあって家の鍵もあって、例えばこう自転車の鍵もあるとね、鍵をね一つにまとめたいという方には非常に便利ですし、非常におしゃれです見た目が。はい、植物性のカードとは思えないぐらいおしゃれで上品な質感になってますので、これぜひね店頭で確認していただきたいかなと思います。はい、ということでこういったキーケースが欲しい方は5990円で売られているので、ぜひチェックしてみてください。はい、では次最後5つ目なんですけど、これはね本当に最近ショート動画でも紹介しましたし、新商品としてもピックアップされているアイテムなんですけど、こちら、これマイバッグですね。ただ名前がさっと畳めるマイバッグという名前で、まあ、ちょっとね名前は後でお伝えするので、一旦頭の片隅に入れていただけるといいかなと思います。で、まあ、使い方としてはもうこれ広げて、もう普通にエコバッグですねとして使うという感じですね。はい、まあ、こんな感じで広げると、はい、普通にバッグになります。こんな感じで、で結構ねそこのマチがですね広くなってまして、こうボールが入るような設計になってます。まあ、なのでレジ袋感覚で使えるというか、まあ、特にこうお肉だったりとかボトルだったりとかペットボトル、あとパックとかいろいろね主婦の方買われるかなと思いますし、僕もですね最近スーパーでそういったものをねよく買うようになったんですけれども、やっぱりそういった大きなものも楽に運べるっていうのがこのバッグの魅力かなと思います。ちょっとショート動画でもね詳しく説明しているので、ぜひそちらもですね見ていただけるといいかなと思うんですけど、ただこれ名前なんですよ。名前がさっと畳めるってさっきお伝えしたじゃないですか。でそれをですねちょっと今から実演すると、ここの底面の部分ですね、まあ、ちょっと硬くなってるところと、あと上の部分をこう持つと、これまあこんな感じで、はい、
すぐに短冊状になります。であとはこれをこうやって3回ぐらいに折れば、さっきですね、はい、これを紹介する前にお見せしたこの状態に戻るので本当にさっと畳めるんですよ。まあ、これまでこう無印さんで売られていたマイバッグ、非常にね便利なもの多かったんですけど、ここまでサクッと畳めるものってなかったです、正直。まあ、ただ今回これを見て、うわこれは革命だなと僕は思いました、本当に。ただこの前もね、紹介した時にはこうコメント欄で、他にも類似の製品ありますよということで、まあ、おそらくそこからね、着想を得たんじゃないかなとは思います。まあ、ただこういったシンプルな見た目で、かつ僕はこのグレーを買ったんですけど、他にも白系のホワイトグレーとかピンクとか、あとはグリーンとか、結構ね春使っても遜色ないデザイン の色あったので、ぜひね気になる色買ってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、なので最後はこちらのマイバッグ、これはねもう最近毎日持ち歩いてるので、 M サイズと L サイズがあって、 M サイズが2190円で買えます。で L サイズが2700円ぐらいから、ちょっと値段は張るんですけれども、まあ、その分やっぱり毎日使うもの、特にこうレジ袋以外の場面でも使うっていう風に考えると、買って損はないんじゃないかなと思います。はい、ってことで今回は、無印良品で買ってよかったものですね、新作が結構多かったかなと思います。まあ、特にこうボディーソープはね結構スースーする感じで、僕もね今結構使ってますし、ボディークリームはねやっぱりこう年を重ねてくるにつれてやっぱり乾燥が気になるので、しっかりと、夜お風呂に入った後ケアで使っています。あと結構嬉しかったのがキーケースですね。去年の確か秋かなに、無印良品さんで開催された展示会でも皆さんにご紹介したキーケース、僕も買いました。はい、非常に使いやすいキーケースだなと思いましたので、まあ、まだ売ってるのかな、ちょっと在庫の方がね微妙かなっていうところはあるんですけれども、まあ、今回紹介したアイテムの中で気になるものあればぜひチェックよろしくお願いします。はい、ということで今回は、無印良品に買ってよかったもの5つピックアップしたんですけど、まあ、普段からシンプルな暮らしを軸に動画作ってるので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。あとはインスタもやっています。むしはやしと調べていただくと僕のアカウント出てくるので、ぜひチェックしてみてください。ってことで今日はですね動画以上になります。また次の動画でもお会いしましょう。それではバイバイ。